願いします。お疲れ様です。本日はなんかシャレたところに来てますけど、はい、ちょっと雰囲気じゃないけど予約したわけじゃないから、視聴者の皆さんあのですね、今日はあのミッチーこと寺道正樹さんの、はい、なんか誕生日なんで、彼女から、うん、2ヶ月ぐらい前から連絡来たのは、でなんか誕生日だからお祝いしたいから俺に30分ぐらい前に来てくださいと、はい、で今も準備一緒にしたんだなお前と、はい、カメラの準備手伝いしてもうギリだよ51分、はい、でもう多分来ると思うから、まあ、あいつのびっくりする表情っていうの、はい、何で俺がそのことやなと思ったけど、まあ、彼女かな、じゃあ言ってたし、でまあ足場職人がみんな来るって言ったの、誰が来るって言ったの、リュウジさんは聞いてますけど、あれも来るだろう、佐々木ファミリーが2人も来るだろう、あ、そうですね、ペコちゃんか、ペコちゃんも来るし、リュウジも来るし、もうみんな足場職人とかみんな来る、で、なんかいろんな企画を考えてるらしいわ、彼女かな、はい、はい、じゃあ待とうか、はい、携帯でもいじりながら待ちましょうか、うわー、しまったしまったあれわ、しまったわ。うわ、しまったしまった。びっくりしたぜ。めっちゃタイミングが悪い。顔が取れた。取れた。どう取れた。気づいちゃっただろう。いや気づいた。マスクマスクマスク。誰も分からなかった最初。誰が中におるんだみたいな。いやいいんじゃないかこれ。なんかミムちゃんから前から30分前から来たの。マジか。しかも何もしょうがなくてさ。お目やったね。やりました。もうそんなに腫れ引いた？いやこれまだ腫れてるって言われて。嘘。本当。お座ってください。誕生日、誕生日。ありがとうございます。すごいね。昨日もなんかあったんでしょ？昨日も、はい、誕生日会なんかやる。はい。噂を聞いとってた。地元で。ハッピーね。取れました。ああ、そうです。何歳になった？30になりましたね。30か。はい。最初つまずないって誰だろう、なんかあれして。なんかカメラ持ってるじゃないですか。YouTube だって全然わなかったんで、普通に。何やっとんだろう。そう、で二人で来たもんな。高校生の時だけど、あっとこって。はい。やばいとオープニング撮らなあかんわ。はい。オープニングも撮ってさ。はい。やべえ。しまった。あの表情撮りたかったな。撮れた。ギリ。ギリで。もうもう上がりました。この人数足場なんですね。あ？足場なんですね。さあ4人だろ。これ4人じゃん。めっちゃです。一応なんか撮影するから、そうそうそう、欲しくてもらった、あ、そういや、坂本ちゃんとこだ、筋肉軍団坂本ちゃんとこ坂本ちゃんとこ筋肉軍団全員だね、全員登場7人ぐらいそれでこの辺でだよ、ゆみちゃん頼むよ、今日筋肉軍団ごめんなさい、筋肉軍団もみみちゃん YouTube 出ていいんじゃん、あ、マスクしてるのはまだ目やったんで、でも目、いいね、それよくなったね、はい、ね、前どんなんだった、前写真見せてよ、前もでもテープは貼ってるんであんま変わらない、変わらないよね、でもなんか分かんないけど、でも目は化粧してる、俺化粧してないとこしか見てなくない、あ、化粧してた、化粧してる、化粧してるから目が変わる、見えるちょっと見たいみたいな、俺絶対失敗だよね、めっちゃ綺麗ですよね、俺なんかさカクカクじゃん、めっちゃ綺麗な舞台になってるやん、なんか末広ですよね、でしょ、こっちが。だって古いんじゃないこれって。あ、でもよくなったね。写真みたいな前の写真。一回マスク取って、あ、別に使わないから。雰囲気。変わんないです。松井くんもしちゃったんで、今。だからでもなんか可愛くなった気がする。化粧かな、化粧の仕方とかは全く変わんない。なんか目がちょっとキラキラ出てる。俺もなんか目、このキラキラレイヤーなんだよ。キラキラすぎるんだよ、なんか俺がね。そう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 。そうか、誕生日と。ありがとうございます。お前、着ないだろ、お前。でも、もうあれだろ、楽しんどるだろ。はい。楽しんだろ。昨日は、そうですね、いいね、そんな話を、はい、ね、はい、結婚は、結婚はそうですね、結婚か話します、最後に結婚か話しますだってこの間、寝たくないから お前のことを仕事二人で話して10分で結構数字いっちゃったから謝ってくわあれ、ね、まあまあ、ミッチーの話で、まあ一回ミッチーの話するかいや、会社の近くで港で現場があるって言ったもんね、はい、行ったら、あの太陽光の証拠でワンスパンが増加されてるこれ何もどうもいいんじゃないいやいやいやまあいっか、道に選べますか、そうってあの後、インスタで DM 来たんです、誰が授業募集してますかってあ、マジ、あ、いいじゃんいいじゃん、募集してんの今してます、一応あのちなみに、あの、まあ本当に、まあネタでは俺のことなんかボロカス書きぐらいいっぱいあるけど、はい、道は戻らないのは
迷惑だからとか、なんかプライドがとか、そんなこともわかんねえのかとか、だめだ書いてるやつ、ほんとは俺ら、お前、どうしなっちゃうよ、ちゅうよ、めちゃくちゃボロかせる、めちゃくちゃボロかせる、で、俺の悪口だけは消さんでいいぞって言ったのか、はい、特に俺のやつ、めちゃめちゃですやん、そうですね、まあいいやって言って、そうか、結婚は、まあまあ、まず仕事、まあ仕事話はまた一本動画撮るんですが、撮っとこうや、まあ今、誕生日だからね、だって、はい、な 30ですね。あ、そう、はい、まあ、30歳の記念だな、はい、まあ、だね、はい、なんでちょうど、うん、だよね、いや、俺手が嫌がるんじゃねえとか、なんかさ、はい、あじゃあ、やっぱり出が心配しとったんでしょ、そうじゃあ、ね、めちゃめちゃ相談しとって、怒るかな、なんで社長さんなら怒るかなそう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 、で、ちゃんも話すじゃん、はい、あのペコちゃんが話すじゃん、はい、いや、怒るでしょ、とか言って、俺も普通に何しとくんじゃいいやろ、別に、俺嫌なんだよ、そういうの、会社に誕生日とかもう嫌なんだわ、とかさ会社に行くとケーキとかあるじゃん、はい、で、ああいうのがもう嫌なんだ、あれって言って、ちょうど半月前ぐらい、はい、半月、うん、1ヶ月前ぐらいに、うん、あのさりげなく予定入れないように、うん、なんか2人でご飯行こうねみたいな感じとかで予約を入れといたんですよ、うんうん、そしたらなんか俺みんなとか嫌だからって言ってめっちゃ言われてもうバレてるだろうみたいなあもうサプライズされるんだろうなみたいなみんなで嫌で昨日も、うん、そのみんなで飲むの嫌飯食うの嫌だもんで、うん、で一番その地元の中に友達1人の家族と、うんうんで飯食いに行くっていう、うん、いう風で、あ、そうなの？昨日は？っていう体にして、手にして嫌がってたんで、あ、うん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 、で地元に誰々と4人で行こうみたいな、そうそう、で子供たちでその4人で飯食おうかって言ったら、うん、もうあれですよね、リュウジ君の女の車で一発やわかって、それバレナンバーでおるでしょみたいな、で誰々もおるでしょみたいなって、案の定バーって入ったらみんなおるたくさん。でも逆に2人でいたいとかないの？え、多分2人よりかは誕生日は2人でいたいなとかないんだ、まあ、2人は明日2人っすね、はい、明日は仕事や、明日18日、明日仕事や、夜勤です、あら、昨日も働けてね、はい昨日も働けよ、俺のことや昨日も働けよ、お前そんなこと今見るか、お前社長がこれから誕生日の、まあいろんななんか俺も内容詳しく聞いてないけど、はい、まあなんか張り切っとるよっていうのは聞いとったよ、いや本当にデラビビっとったらしいよ、はい、それはもう本当に聞いた、いや本当に怒るかなみたいな、いや俺じゃあ言ったんだ、いや怒るからまあ俺に30分前に来いっていうことが起こる社長からかなっていうのを学ばったのかなってそういう流れでいや社員さん来てもらって、まあ、社長最後に来てもらってみたいな流れだと俺なんかああなるほどまあ俺でもさせてくれとんなみたいな、はい、もうどんだけ話が好きやねん、社長さんの前に来て社長さん一番に来させておいて社長さんの前に来て俺も何してるか思うのよ、そうやって待ってじゃあちょっとあまあ2人のその、はい、結婚の話ちょっと来たよな、結婚の話ですか、結婚はそうですね、うん、考えてるのその話はまだしてないの、お互いにその話はちょろちょろあんまり言わんでいいよ、まあ二人で秘密にしようもんまあネタ的でいいよ、ネタ的に言っとけよ、はい、上手に引っ張っとくだけでもいいよ、はい、まだまだ一つ言いとこはまだまだ使うねあと4回ぐらいは使わせますね、適当に引っ張っていくれたら次回に続くふりよでも一気長いでしょ、まだ1年もうまだ1年経ってないですね、12月なんで、まあ1年もないよな、はい、そうそうそう、で、そうそうそう、あのそうそう、あのこの続きあるんだわ、で、なんかちゃんがそれ心配しとると、はい、昨日かその前ぐらいリュウジの現場動画撮りに行って、はい、まあ、動画撮って、はい、で、なんかあれ聞いとるって、まあどういう風に来るのとか、はい、ミッチ怒るかなとか、なんか心配しとんだろうとか言って、はい、だけど、ミッチ怒るんじゃないですかって、あ、まあそうかなって、はい、なんでって言ってた、だってあいつ本当に女今までずっといなかったらこんなことやってくれるって誰もいなかったからあいつ嫌だよ、本当に言ってたね、本当にこういうことやってくれるの人生あ、もうあいつ初じゃないですか、ね、僕思ったんですよ、昨日昨日なんかそういう風にやってくれて、うん、なんかビデオみたいなの知ってもらって、うん、なんかこう流れるんですよ、音楽が流れて、うん、僕の昔写真とかバーって流れるんですけど、うん、うわ俺こんなやってもらったの初めてだな、やっぱ30歳記念にしてよかったなみたいな感じで思ったんですけど、うんうん、そういう俺今考えてよ、別に俺誕生日の日がずっと彼女いなかったもんなそんなことやってくれるやつもなかったで中学校以来みたいな誕生日別に彼女いなかったもんね、誕生日はもう大体家族
回終わってくれたんで。お父さんお母さんが昔からファミリーは抜けたっつって。だけどあれだろ、フィリピンって結構祝うの盛大だろ。あ、もう盛大ですね。誕生日クリスマスは、はい、逆にもうおらなかんすよ。あ、家には家に帰っても絶対その友達と遊んでる場合じゃねえやつ。はい、どんだけなんか単車とかで出かけたりとかしても単車とかもうその日は帰ってこいですから。あ、その日は友達と遊んでたよ。お前もちゃんと帰っとったんだ。いや、で、帰らないです。最初は帰ってたんですけど、やっぱちょっと遊ぶことを覚えるようになると帰ってこなくて、最初はぶん殴られてました、それぐらいで。とりあえずドリンクあれしますか。あ、ドリンク、うん、これ飲めるかな、飲んでから。ドリンク先でもいいですか。あ、はい、大丈夫ですよ。これ、生中僕も生で、うん、生で、はい、かしこまりました。お酒飲む、飲まんでしょ。今日飲むらしい。今日飲みたいです。あ、ね、タクシーじゃん。と、あれです、電車行きました。あ、いいや。焼酎の麦で。はい、早くねみたいな話やって。なんか挟めて乾杯締めかよ。締めとか中断。おっさんだよ。おっさんの焼酎これ動画使うぞ。結局だよ、2人の、まあ、結婚感聞いてないか。どんな感じやん。そういう話は出んの。まだですね。まだまだチョコチョコみたいな感じ。まあ、でもチラッとは出るんだ。逆にいいのこんなやつ。もしこいつと結婚してくださいって言ったらどうなの。付き合って、でもそういうこと言うじゃん若い子って。何歳。27です。あ、結構言ってんのね。言ってます。どうかしてんすね。経年劣化して誕生日お前あの何経年劣化して経年劣化してお前マシマシじゃないかお前。まあ一生使えるのは大丈夫です。一生使えるの。サビが入ってないです。ちょっとなお前本当こんなやついいの。大丈夫です。なんとでもそこ女になった。大丈夫です。ちょっとまた女になるやつが大丈夫です。ちょっと遅れてくるやつが大丈夫です大丈夫です。遅れてくるやつがこれは決して動画の遅れじゃない。動画は遅延じゃない。こんな下がないな。意図的に、意図的に、意図的に。まあ幸せそうだ。何がいいですか。はい、で、誕生日ですか。7月です。7月だって、まだ先か。この間か。この間です。なんか良かったのお前。はい。何？沖縄行きました。あ、そうなの。お前ちゃんとすぐにやるんだ。はい、初めて。俺そんなの俺そういうイメージじゃない。あ、沖縄行ってたもんね。俺がなんか手で何沖縄みたいな。そんなしましょーって。いや、誕生日やってみたいな。あとかけねえわ。誕生日かけえやお前。何沖縄だってなーとか言ってチーって寝起きたもんな俺。まあでもいい答えになりましたね。本当、一日暮らしになって、はい、本当におめでとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。あ、ちょっと、千人一個言うけどいい。間違いないです。まあ、この誕生日の時にあれですけど、マッチングサイト。マッチングサイト。求人のマッチング。いや、本当にでもこれいいやつなんだよ。お前は募集したの、求人出したの。いや、出したっす。話しとる。出しとる。それでまあ若い人も募集して、もう本当にでもしっかりやっとるし、あとはまあ変なフォローでまあこっち一人頑張ってるやつのまあ変にあれだけど、まあ一人で心配ではないと思うけどな。はい。そういうのは社会保険も入りたいとかいろいろあるかもしれないけど、はい。まあ本当に頑張ってるし、お金のチートね、貯めとるでしょ。貯めがしっかりしとるしね、彼女は。そうそう。そんでがしっかりしとる。で見習いとかそういうわけわからん先輩みたいな人間ではないと思うから逆に。はい。うん、俺も小さい時にこうやって2、3人から始まった会社が何十人になって、今日ちょうど動画が撮るな、何発会社だって、ね、あ、そういう時に入ったやつって10人、20人だったら、やっぱある程度チャンスじゃん、はい、みんなそうじゃん、大きい会社に入りたいって言うけど、そうですね、小さい時に大きくなった会社に、はい、やっぱ行った人ってみんな成功してるからさ、だからそういうのもチャンス、まあ、俺も絶対戻ってこいって言ってるんだけど、一応、今年の目標があるな、はい、それで、まあ、ネタになると、はい、ネタになったらとか。はい、頑張っておりますので、ぜひ応援お願いします。あ、じゃあチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。